はニンニンジャーの忍者一番糖チョコを紹介します。今回はニンニンジャーの忍者一番糖チョコを紹介します。この当たりが出たらザラッキーということで、当たりが出たらザラッキーということで、オリジナル食パンの当たりが出ると、オリジナル食パンの赤忍者手裏剣とオリジナル食パンの青忍者手裏剣に当たるそうです。セットになって3月15日に当たるそうです。3月15日の当日消しに有効っていうことで、もうちょっとですね、当たるといいなぁ。開けていきたいと思います。個包装のデザインも全部で15種類になってるんですけれども、前回見た感じだとこのパターンがいくつか決まってるみたいですね。なので全く同じ種類で出てくるっていうこともありましたね。裏にもクイズが書かれたりしていて、面白いお菓子になってます。では開けてみたいと思います。まずは1個目。何が出るかな。1本目。じゃん。あ、白ですね。赤が欲しいんです。2本目。せーの、じゃん。あ、ピンク。そして3本目は、じゃん。黄色だ。残念。では、2箱目。1個目いきます。せーの、じゃん。ピンク。しかも同じかも。2個目。じゃん。あ、赤が来たけれども当たりじゃない。あ、でも初めての赤です。嬉しいな。そして3本目はじゃん。黄色はさっきと同じですね。では3箱目、当たりが出るか。せーの、じゃん。白。そしてせーので、じゃん。あ、赤が来たけれども残念。そしてじゃん。あ、青。ということで5色は揃ったのか。5人の5色は揃いましたが、残念ながら当たりは出ませんでした。ではこの5つで問題を見ていきましょうかね。同じパッケージのものは後ろのクイズも同じになっているので、かぶったものは除きます。ではまずは欲しかった赤から。クイズ、赤忍者のお供人は。これは忍び丸。イエーイ。答え、お供人忍び丸。そしてヒロ、キニンジャーに変身する人の名前は。この名前シリーズは苦手なので分かりません。はい、松尾なぎくんです。はい、続いて青忍者に変身する人の名前は、ヤクモなんだけれども、なんとかクラウドヤクモ、あ、加藤ですね。加藤クラウドヤクモだそうです。はい、白忍者のお供人は。これはワンマルです。お供人ワンマル。はい、正解ですね。最後、桃忍者のお供人は、ビュンマル。お供人ビュンマル。ということで、なんとなく分かってますけれども、やっぱりまだ人の名前までは覚えきれてないですね。問題があって楽しめるお菓子になってます。中身はこんな感じですね。長さ10センチくらいかな。もうちょっとあるかな。いや、10センチくらいだ。10センチもないかもしれない。のチョコレートの棒になっていて、パフっぽい感じですね。でもうまい棒とかみたいに周りにチョコレートがコーティングされてるわけじゃなくて、どっちかっていうとシミチョコとかみたいな感じのおやつになってます。美味しくて軽いので子供たちは大好きです。今回はニンニンジャーの忍者一番糖チョコを3箱開封しました。赤が出たんですけれども、残念ながら当たりチョコは出なかったです。これ見てみたいですよね。
また次回買ってみたいと思います。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。